皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクスパート7かな、やっていきたいと思います。前回ですね、ここのレナリア大地でちょっと負けてしまいましたので、ラムザを、もう一回鍛えました。で、編成の方を見てみると、ジョブはね、忍者まで持ってきました。で、忍者はね、結構大変なんですよ。まずね、弓使いのレベルを4にして、さらにシーフのレベルを5にして、風水師のレベルを2にすると忍者が解禁されるという形になってって、アビリティの方が、剣術とオートポーションをつけて、さらに格闘をねつけてます。で、忍者っていうのは、やっぱりそのナイフ系がね結構メインの武器になって、二刀流があるとはいえちょっと火力が少し不足するので、格闘をつけて、これ2回殴ってくれるんで、撲殺していきましょう。で、シーフのムーブプラス2をつけてますというところですね。で、忍者にするためにまたバイトをね2人雇って、この2人ね、結構有能なバイトだったんですけれども、ちょっともう人件費を払いきれないんで除名します。なら行かせてもらえば、後で後悔しても知らないぜ。なんて生意気なバイトなんだ、お前はもういらん、解雇だ、お前は話すら聞かないで、ディリータちなみに当たり前だけど解雇できないんで、お前が行くなら俺も行く、俺たちは親友だろいや、仕事の中ではちょっとそういう感情はいらないんだけどな。いや、必要かもしんないけどね。必要か。レベルが全然違えな。ラムザレベル23、ディリータ5。親友としての溝がだいぶ深まった気がするけど、深まったっていうか、そんなんていうの、開いてしまったか。開いてしまってる気がするけど、いいや。これなら大丈夫でしょう。レナリア大地、リベンジします。多分もう当分大丈夫だと思うんだよね。あとは格闘をつけるか、ちょっと守りに徹して重装備可能にするか、そこら辺をうまく切り替えていくところかな。魔導士系か、そうか、厄介だったな。で、なるべくただミルウーダはね最後に倒したいんだよね。ちょっと前回話は聞いたので、お話関係は今回飛ばしていきます。どこまで行ける？あのナイトみたいなやつ狙えるか。90、ちょっと隣に行ってぶん殴ってみよう。60、84、2回か。1発、2発、つえこの会話もすいません。サクッと飛ばしていきます。あとラムザがあそこまで突っ込んでさ、耐えきれるかどうかだよね。多分集中攻撃食らいそうな気はするんだけど。投石 OK、 当たらないに越したことはない。魔術師系先にやっぱ始末しとこう。こいつ始末ゲスローなんて使ってくんのかよ、厄介だな。スロー使われたら、マス目にやったのか、ターゲッティングを。スローフェイス下げよう。フェイス下げても問題ないよね、ラムザ一人だったら。うわ、効いたー。で、ブレイブは可能な限り上げたい。ファイヤー35、結構食らうね。やっぱり70あるからね、フェイス。サンタナ、これやばくねこれ回復しないとほんとまずいぞ。ファイヤーとあんま変わんねえんだけど、回復しねえし。しかもあいつはディリータに任せるか。35ってこれ死ぬじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、これチャクラ使わないと死ぬわ。オートポーションの発動率なんだよね、だから全ては。これさ、なんか隣に行けばさ、巻き
添えできるかな。こいつってか、でもこいつら巻き添えしてもしょうがねえよな。結局多分一発で殺せるからね。こっちも行っとくか。ファイヤー、敵に当たった。俺の方が食らう。信仰心が高いからか。あれ、なんか魔法って、いやでも発動はするはず、ダメージを食らえば。だからやっぱヒットポイント低いのもちょっと厳しいよね。でこいつはもうディリーターでなんとかなんなんっけ。ポーションとかめんどくせえ。敵の数がいっぱいいるうちはほんと厄介だよね。これヘイストってさ、炎症速度も速くなるのかな。このゲームマジでヘイスト強いからね。あ、発動するよね、オートポーション。やっぱりちょっとさっきまではよっぽど運がなかったんだな。自分で自分を回復させようとすると、あ、そうか、俺あれだ、スローかかってたんだ。いやー、時魔同士を先に倒すか、黒魔同士を先に始末するか、ちょっと悩むな、これは。どっちも厄介だよね。で、ディリータ。ディリータもうあいつと怠慢だ。全然ディリータの方が有利ではある。時魔同士だな、マジでこいつ厄介だから。ぶん殴って倒そう、一発で倒せる。スカって、2回目普通にスカるからね。で次このヘイストのやつだな。なぜか近づいてきたし、いてー、ゲー発動しない。ブレイブ上げたい。ブレイブさえ上がってくれれば多少ヒットポイント低くてもね、なんとかなるんだよね。だから今ポーションが発動しなかった時が相当痛いんで。ファイヤー、2回連続で発動してくんないと、くんないとっていうか2回連続で発動しないともう死に直結するから。でも 70% がさ2回、まあ、いわゆる 30% が2回来ることは全然ありえるからね。はい、やっぱりすげえガンガン打ってくんな。先に倒すこいつは。90と強え。マジで強えんだけど。火力はすげえ高え。でディリータ、いつまでこの女の子と遊んでんだよお前は。でミルーダもね、まあまあまあ火力高いからね。よし、危ねえ。かなりギリギリの戦いではあるな。レベル差はねめちゃあるんだけど。クリスタル、あれ誰だったっけ。あ、戦士のやつか。戦士のやつはいいや。できればな、この黒魔同士魔法継承したいな。時魔同士もまあ継承したいは継承したいけどね、やっぱ魔法系は継承に走りたいよね。よし、これはもうだいぶ安泰だな。ここまで来れば大丈夫。って言って前回死んだからな。クリティカルヒット出されて殺されたからな。来るか、いいね。ニッチャってあれか、こいつはゼロになるな。こいつの死にゆく様を見たいけど。アビリティ継承、うーん、どうしよう。チャージプラス1でいいや。ちょっと待とう。ディリートとか横取りしてこないよな。あと忍者スピード速いからね。まあ今まではスローかかってたから
回ってくるのがちょっと遅かったけど。よし、クリスタル、これ俺が回収する。いいね。かといって使うかって言われたらちょっと使う。こいつファイラーなんて覚えてたんだ。あれ、時魔法がないんだけど、ファイラーにしとこう。まあ、いいのをでもゲットした。それには変わりない。ミルーダとこの2人でタイマン張らせよう。多分ディリータ狙いになるよね。ディリータの方が弱いから。ヒットポイントが減るとこっち喋り出すのかな。ゲ、俺を狙ってきた。マジか、俺の方が弱いと判定されたか。ディリータナイトだからヒットポイントが高いからか。あっちがクリスタルになった。早い、さすがに早い。ただあの黒魔導士ももう2人ゼロだからね。強いティリータ頑張ってんだな。宝箱、いや回収しよう。シルクのローブどうなの。クソ、俺の方に来る。投石なぜだこんな至近距離でハイポーションを使わせる嫌味か。ちょっとしか減ってないけどハイポーション使う。これ回収したいぜ。いやいいね、実りある戦闘だったな。ゲ、何も継承できねえ。行けディリータ。なんでなんでこんなにガードすんの。最後は俺がもらう。 75、68% か。一発でも当たれば倒せんね。兄さんごめんなさい。なんか殴り殺されたのかこいつ。どうしてこんなことに。後味悪。俺は一体何者なんだ。なんか本当になんか後味悪い感じになってきた。殴り殺して手に感触が残っている。シルクのローブとかさ、宝箱でさっき手に入れたし。じゃあちょっとそのままセーブをして先へ進んでいきましょう。これなんだ、ホーバーム平原。なぜ娘を誘拐した。我々が逃げるためには人質を取らざるを得なかった。逃げるだけでは途中で解放することもできたはず。まさかお前までギュスタブと一緒にするのか。よく考えてみろウィーグラフ。我々ムクロ領団は、あ、ムクロ騎士団になってる仲間の大半を失い今も北天騎士団に包囲されている。この窮地を乗り切るためにはまたとない切り札。この娘はベオルブ家の霊嬢だからな。逃げてどうする。どこへ逃げようというのだ。この場から逃れようとも我々は奪われる側、いいように利用されるだけだ。我々は我々の子供たちのために未来を築かなければならない。同じ苦しみを与えるためにも。我々の投じた小石は小さな波紋しか起こせるかもしれんが、それは確実に大きな波となろう。たとえここで朽ち果てようともな。死ねと命ずるのか。ただでは死なぬ。一人でも多くの貴族を道連れに。そりゃ犬死にだよって。ジークデントリテには生き残った仲間がまだいるはず。合流すれば一矢報いることができる。すでにやられているかも。なんだと、ミルーダがやられたというのか。すまんな、殴り殺してしまった。正体っていうか2人だけどねここを撤退する。聞いての通りだ。ゴラグロス、超名前言いずれ。
ジークデントリーで向かうぞ。敵襲、北天騎士団のやつらだ。早いな。ここは私が食い止める。お前は仲間と共にジークデントリーを目指せ。俺は逃げてやる。死んでたまるか。よし、このまま行きましょう。特に配置とか変えてないけどね。風車小屋。チョコボがいる。お前たちはあの時の、まさかお前たちがミルーダを、我が妹ミルーダを倒したというのか。彼女はウィーグラフの妹だったのか。ならば引くわけにはいくまい。妹の仇を取らせてもらおう。騎士ウィーグラフ。ウィーグラフって結構強かったよね。これで蹴りつくか。さすがにいけねえや。156か。ちょっと86だったら倒せそうだな。文句っぽいから、なんかあんまり回避率も高くなさそうだし。OK。強え。やっぱ二刀流ほんと強い。ティータ、俺の妹のティータを返してくれ。ティータ、あの娘のことか。ならば、お前がベオルブ家の。彼はベオルブ家とは関係ない。僕がベオルブの名を継ぐものだ。なるほど。ゴラグロスが間違えたか。だが全く無関係ではあるまい。ベオルブ家に関わるものならば皆一緒と言いたいのか。違うとでも。どちらにしてもあの娘は解放するつもりだった。人質に取るつもりはない。だがその前に決着をつけよう。あの娘を返してほしければ我を倒してからにするがいい。こいつホワイトナイトか。あれ聖剣技使ってくるよね。デスとか。ちょっと待って、これ一気に死ぬ恐れがある。北斗コステダがあったか。あぶねえ。63。これ2発食らったら死ぬ。ポーション発動しなかったな。あっち行った。チョコアタック。いやウィーグラフ危険だ。一撃で倒せるか。これ一撃で倒せなかったら。後ろにもいた。ウィーグラフ狙いでいこう。これだって次食らったら死ぬもん。156。いや無理だな。80与えなきゃいけないってことでしょ、一発で。それは無理だよ。どうする。周りのやつ倒してディディッタ2対1の環境にするしかないか。結構射程やりそうだな。ここポーションを発動しなかったのがマジで痛い。こいつとりあえずぶっ倒してみるか。90。ウィーグラフそんな当たんないだろう。だってどっちに来る。こっちに来るか。発動ポーション、よし。70プラスいくつだ。北斗コステーダに耐えきれる分だけあってくれればいいけど。よし、そもそも届かない。もう回復とさ攻撃の繰り返しだよね。またこいつはチョコボと戯れることになるのか。よし、85ある。でまずこいつもぶっ倒す。ほぼ1対1だな。ディータがこっち来てくれればな。クトコステーダー痛いよこれマジで。ポーション なぜポーションが発動しない。
ただこれで、あのチョコボは死んだな。22。チャクラ使おう、一回。60で80でしょう。デスが発動しなければ、まあ、耐えられるは耐えられるね。おー、いいね。早い。さすがに忍者早い。これ、後ろ取ろう。いくつ当たる ?75、150。カウンター持ちかよ。これもカウンター発動しないことにかけよう。ゲッ、ガードされた。まあいいや。で、さらにこれでディリータがチョコボ倒してくれるでしょ。剣を捨てろ、ウィーグラフ。これ以上の命の奪い合いは無駄だ。ではなぜ妹ミルーダを殺した。命を奪おうと最初から考えていたわけじゃない。戦わなくても他に方法があるんじゃないのか。話し合うことはできないのか。やはりお前は分かっていない。我々が剣を捨てない理由を。話し合いに何が期待できる。お前がそれを願ったとしてそれを実現できるのか。できはしまい。ヨシンバ、お前がそうしたとしてもお前の兄たちは認めんよ。兄さんたちだって争いをしたいわけじゃない。ウィーグラフ、あなたさえ剣を捨ててくれれば兄さんたちだって話し合いに応じてくれるはずだ。はっはっは、これは傑作だ。お前の兄たちが争いを起こしたくないだと。お前はどこまで幸せなやつなんだ。頼むよ、これほんと頼むよ。怖え、マジで怖え。っていうかマジでポーションが発動しねえ。いやもう宝箱とか取ってる暇ないよ。兄さんたちが好んで戦いを仕掛けていると言いたいのか。青いな。失政者のものなんぞ。黒い血で汚れているもの。ダイスダーグに正義があるとでも。正義とはそれを語るものによってコロコロと変わるものだ。兄さんを愚弄するのか。この段階でやっぱりウィーグラフの方が知ってるね。一歩2回かけよう。72が2回。ガーッケー、2回ともからし、あぶねえ。いやあぶねえけどもう無理だこれ。確実に来た、不動明剣つえ。てかオートポーション発動率があったってもう無理でしょこれ。一応ディリーターに任せる。一発分は減らしたぞ。一発でも殴っとけばな、ディリータが何とかしてくれたかもしんないけど。だって次ウィーグラフの攻撃食らって終わりでしょ。不動明剣死んだ。やるな。さてリベンジ風車小屋。ちょっと一旦待って、ディリータを前線に出すか。それでやってみよう。アビリティとかも全く一緒っすね。でウィーグラフはもう狙っていこう。倒せるときにウィーグラフを倒す。じゃあここで、あ、いけんな。でもみんなから集中攻撃があって死にそうだな。ちょっとやっぱり一歩だけ下がろう。でディリータが多分前に出るでしょう。ディリータが一発ぶん殴ってくれればな。でラムザーがやっぱり2回殴るのはマストだね。でどこまで来る。こいつちょっとしか進めねえな。不動明剣聖剣技強いよねやっぱり。ガードしてくれ。ガードはしてくれない。
まあ、最悪自分が2回分殴ってディリータが殴って倒してくれるっていうのもありだけど、これさ無理じゃね、攻撃ができないと思う多分この配置だと。高すぎて無理だよな。3から6、平地3があると無理だから、チョコからぶっ殺していこう。毛をむしり取ってやる、この野郎。39。動けないかこいつらは。来た、こっちに来たか。怖え、あぶね、ポーション来た。よしよしよし、いや、ハイポーションにしてよかったな。で、ディリータ、なるべく1秒でも長く生き延びてくれ、君は。1秒でも長くね。よし、後ろ取れるか。後ろ取れれば、何パーだ ?90 か。なんかマント装備してんのかな。もうちょっとだけレベル上がれば、多分やべえ。カウンター食らって死ぬかもしんねえ、これ。手強い。ミルーダ、すまぬ。私はここで死ぬわけにはいかない。あ、そういうこと？待って、ウィーグラフ、逃げるのか。エルムドア公爵をギュスタブに誘拐させたのは誰だと思う？それはお前の兄、ダイスダーグだ。もちろん、聖騎士、ザルバック殿もそれを知っていただろう。バカな、なぜ兄さんがそんなことをしなければならない？国王亡き後の覇権をめぐり、二人の獅子が争おうとしている。一人は白獅子ラグ公、もう一人は黒獅子ゴルターナ公。二人は誰が味方で誰が敵なのかを見極めようとしている。しかし他人の頭の中を覗くのは難しい。ならばいっそ亡き者にし、その領地に息のかかった者を送り込めばいい。革命に疲れた愚かなギュスタブは、お前の兄ダイスターグの歓迎につられて伯爵殿を誘拐した。嘘だ、誇り高きベオルブ家の人間がそんな卑怯なことをするのか。自分の目と耳で確かめるがいい。さらばだ、ベオルブの名を継ぐ者よ。げ、テレポみたいなの使ってきた。あいつらも消えた。待て、ウィーグラフ。あぶねえ。これ次ウィーグラフのターンが来たら確実に死んでたな。はい、ポーションだけだ。いや、きついわ、本当に。これどうせあとでディリータとかもいなくなるでしょ。ティータ、どこだティータ。いない、どこにもいない。ウィーグラフね、嘘だったのか。ジークデン取りで行こう、きっとティータはそこにいるはずだ。どうしてだ、どうしてこんなことになった。教えてくれラムザ、どうしてティータがこんな目に。はい、ということで、じゃあ風車小屋をクリアしたので、これほんと忍者の二刀流がなかったら無理だったね。頑張ってここまで鍛えた甲斐があったわ。次、確かここでもうチャプター1は終了に、なりますので、次回はこのジークデン砦を攻略していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。